鎌田誠は、北海道岩見沢市出身の元レスリング選手。1972年、ミュンヘンオリンピックレスリングフリースタイル 90kg 級、日本代表。北海道美梅工業高等学校卒業。中央大学理工学部卒業。元岩見沢市議会議員。元日本レスリング協会理事。高校時代。 顧問の愛原昇る教諭に勧められレスリング競技を始める。1968年インターハイ、広島大会、福井国体もに3位の成績を残し、全国選抜高校生チームの首相選手として、アメリカ合衆国、オレゴン終演征に参加する。この時のチームメイトに、後の五輪銀メダリストはダキくがいた。 中央大学に進学し2年生の1970年、カナダエドモントンで開催された世界選手権で銅メダルを獲得。この成績は日本重量級初のメダリストとして注目を集めた。この頃、全日本の強化合宿に参加して共に練習をしたレスリング界のレジェンド、佐々木達夫選手からも指導を受けた。4年生の1972年、 中大レスリング部の首相となり、東日本大学対抗リーグ戦の決勝で、初優勝を目指す、国士館大学を破り、団体リーグ優勝を果たす。7年ぶり10度目のリーグ制覇を成し遂げ、部員の目標としていた、関次郎監督の胴上げを実現し、観戦に来ていた OB も含め全部員が歓喜に沸いた。名門と言われた中大レスリング部はこれ以降、 48年間リーグ優勝から、遠ざかっている。同年、ライバルの吉田光雄に全日本選手権の決勝で勝ち、中大同窓の鶴田智美と共に、ミュンヘン五輪に出場したが2回戦で敗退。1973年ワールドカップ団体、個人とも、銅メダル。1974年アジア大会銅メダルを獲得。百七十六年モントリオール五輪。 代表権を兼ねた全日本選手権の決勝戦で、谷津義明に敗れる。アマレス選手引退後、全日本プロレスに誘われたが、断り北海道で、後進の指導、国体監督などを務めた。現在は、北海道レスリング協会会長。1976年に、故郷の岩見沢市に戻り、父親が経営していた、製麺所に就職。 その後代表取締役となり、製麺工場と蕎麦店5店舗を経営している。30歳代は、仕事の傍ら、岩見沢青年会議所で町おこしや、社会活動に取り組み、後に、北海道地区役員としても活躍した。同期の役員に、岩倉博文、長田正樹等がいる。48歳からは、議長職を含め、岩見沢市議会議員を3期務めた。現在、 岩見沢市スポーツ協会会長、北海道食品衛生協会副会長に就任している。平成25年には、全国のちびっこレスラー約1.000人の選手が集う全国少年少女レスリング選手権大会を北海道立総合体育センターで主管し、開催した。また、日本レスリング協会役員として2002年上子 レスリングワールドカップ選手団長2005年世界選手権選手副団長2007年国際新善スポーツ交流監督2011年世界選手権選手団長2019年世界選手権選手団長と国際大会の選手団役員として活躍しているありがとうございます